大島さん、オーガニックモズクは海産物などの加工を製造を行う農業生産法人が生産者と共同で販売し共同で栽培したもので、去年12月にモズクとしては国内で初めて有機ジャス認証を取得しました。この認証は薬剤などの化学物質に頼らずに生産された食材に食品に表示されるもので。 海藻類としては、県産青さや北海道の昆布などに続き、四例目となります。今回認証を受けたモズクが100%大島産で、太くてコシがある食感が特徴です。日本の流通の0.1%しかないという貴重なモズクが今回生まれました。薬剤等をしない、栽培という形がすごい特徴になると思います。地場の商品開発を行い、県内および県外に このもずくは来月10日からイオン、琉球の各店舗で販売される予定です。